シッツクリークは2015年から2020年に放送されたカナダのシットコムシリーズ。転落した裕福な一家が小さな田舎町、シッツクリークで宿泊する様子を描くコメディドラマ。企画制作は友人レビとダンレビが務めた。番組は2015年から2020年まで6シーズンにわたって CBC とポップ TV で放送された。 日本語字幕版、吹き替え版が VOD サービスなどで配信されている。番組は非評価から高い評価を受けており、多くの賞を獲得している。第71回プライムタイムエミー賞では、ポップ TV の番組として、初めてエミー賞にノミネートを受けた。2020年の最終シーズンは、第72回プライムタイムエミー賞で、コメディ主要部門をすべて受賞した。 セレブな富豪一家のローズ家はビジネスパートナーに騙されて突然破産してしまう。仕方なく引っ越した先は以前息子へのプレゼントとしてジョークで買った小さな田舎町シッツクリーク。そこの古びたモーテルを拠点に一家は再起を目指す。シッツクリークの主要キャスト。上段左から友人レビ、キャサリン・オハラ、アニー・マーフィ、エミリー・ハンプシャー、ジェニファー・ロバートソン。 クリス・エリオット、ティム・ロゾン、ダスティン・ミリガン、ノア・リード。ショーランナーで制作葬式、脚本を務めるダニエル・レビは、リアリティ番組を見ていた時に、番組のアイデアを思いついた。お金がなくてもカーダシアン家は、カーダシアン家であり続けるのだろうか。ダン・レビは、父親の友人レビと共に脚本を練り上げた。レビ親子は当初、カナダとアメリカのいくつかのネットワーク局に企画を、 持ちかけた。ケーブルテレビ局の h b o とショータイムはこの番組を見送ったが、ネットワーク局の ABC と CBC は興味を示した。その後カナダの放送局は CBC に、アメリカでの放送局は POPTV に決まった。本作は批評家から肯定的な評価を受けている。シリーズ2さんの批評として映画批評集積サイトのロッテントマトズでは、 批評家支持率が92%となっている。また、メトクリティックには16件のレビューがあり、過重平均値は73、100となっている。ありがとうございます。